ドラゴンクエスト縛り実況、実況者のエーテポンゲです。よろしくお願いします。今回はレティスにもう一度挑もうと思います。前回と違って装備がねだいぶ変わったんで、いやワンチャンいけるかもしれないということでね、まずは主人公エテの武器が変わったこと、これでね攻撃力がもう70ぐらい上がってるんで、であとはククールの守備力がドラゴンローブをね装備させることによりほぼ倍になりました。であとはまあ変わってないな、あとは変わってないけど、あとそうだな、ベルガラック行った時にメタルキング何匹か倒してレベルも上がってるので、まあ勝てるでしょう。勝てるよね。多分ちょっと魔法の聖水をいくつか、エテに持たしておく。いや、みんなに渡しておこう。みんなに1個ずつ配布しよう。支給します。とりあえずね、本当は条約層とかさ、薬草とかさ、あればいいんだけどさ、ないもんだから。チーズもないよな。チーズないな。カビはあるけど、カビだけあのネズミに食わしたらどうなるかな。お腹壊す。行くかー。ここでよかったよね、確か。オッケー。エティスエ。マジ V 破壊してやっかんな、お前。くちばし V 破壊してやっかんな。さてと、まずは命令させろに変更して、ちょっと待って、ちょっと待って。前回のレティスパートをさ、なんか、アドバイスもらえてないかな。先に調べとけよ。これ。レティスでは呪文で攻めた方が、いいよ。防御力が高いから呪文で攻めて耐久するしかないね。防具さえ揃っていれば勝てそうだけど、斧の兜割り使えばいいけど、斧ないよね。エテさんならなんとかなるよ、多分。てか、もう発売するよ。もう発売してるよ。やってるよ。そういえば、エテさん、モンハン買うのですか？買ってるよ。やってるよ、もう。今の強さならスムーズに進むと思ってたんですが、まさか島にパフパフは効かない。鳥にパフパフは効かないし。効かないね。やってみようか。てか、レティスってなんかバーバラ説あるよね、なんか。バトルロード進めたらどうですか？英雄の槍もらいます。もらったよ、もう。もらったよ、もう。レベル上げからカジノがいいと思います。やったよ、もう。諦めないで続けてください。わかりました。これといって、有力なアドバイスなし！まあ、防御が高いと、呪文で攻めろっていうことだね。了解しました。で、パフパフは多分効かないでしょう。やめておきましょう。でも、やっぱ最初はバイキルトをヤンガスにかけて、ヤンガス魔法ないからね。で、ヤンガス底上げして、で、エテがな、スクルトとかあればいいんだけどな。ないからな。
あ、ちょっと待って、チーム呼び行くか。そうだな。てか、え、チーム設定してたっけな。あ、よかった、設定してた。耐えたー、耐えたー。まずはやっぱモンスターから行く方がいいよね。うん、そうだね。うん、よし、頼むわ。ハイパーポンケ頼む。これベホップとか入ってないよね。オッケーオッケー、よかったよかった。うん、いてまえ、いてまえ。なんかね、こいつらあの剣持ってるじゃん、みんな。みんな剣持ってるから、なんかたまに必殺技みたいなのが出るんよ。うん、ほんとたまにだけど、今回は出ないのかな。はい、来た、トリプルソード。てか防御、防御本当に高いんだなこいつ。え、死ぬ。単体で攻撃した方が強くね。ああ、ロビンが遅い、遅い、もう遅えよバカお前。もう帰るだろ次のターン。帰る、帰るよな。お疲れっしゅー。頼む。あー、完全にベホップ入ってる。邪魔こいつ、ベホップベホップ何しに来たんすか。もう帰ってくれよ。しまったー。まあまあまあ、できるところまでなんとか削ってくれ、頼む。ベホップ本当、何しに来たのお前、ほんとに。何しに来たの。ベホップ何してんの、何してんのこいつ、ほんとにもう。あー、やばい、ハルクが。いやー、準備不足。完全なる準備不足。まあ、こっから、こっから。うん。あれはね、モンスター呼びはおまけみたいなもんだからね。うん。こっからだから。で、エテが、槍になったから、どうしようかな。会心狙っていこうかな。会心狙っていく。あー、やっぱ、ここは堅実に行こう。うん。で、ククール、スクルト。作ると。で、ヤンガスは、普通に、攻撃でいいか。ためようか、ためよう。うん、50ためでいこう。うん、あ、いいね、いいね、いいね。いいね。合計80って、そこそこ良くない？いいダメージ出てない？これ。ブーメランの時だったほんと2、30だったような気がする。ここは、贅沢に、ベホマラ打っていこう。うん。ここケチってる場合じゃない。MP を。MP ケチってる場合じゃないからね。ここ一回エテにも、バイキ入れて、底上げしよう。で、スクルトは、とりあえず置いといて、ベホマラ一回。で、貯める。もう常マラーだな、これ。うん。じゃないと、いてはかー。ちょ、貯めるなしだな。貯めるなしだ。貯めるなしでいこう。うん。いてはるんだったら貯めるなしだわ。もう、どんどん打っていこう。で、ジェシカも攻撃に回りたいんだけどなー。バイケルトやって消される
まあ、消されるっていうか、その、いてつく波動で一旦消費させるってのもまた大事なことなんで、バイキオ、ヤンガス、サミダレ。で、いてはされたんで、スクルト貼り直し。スクルト攻撃。うん。ああ、なるほどね。バイキルトは初手だけか。全部にかかるわけじゃないか。一発目だけだね。ああ、もう、イテハが厄介だ。イテハがすごく厄介。ここはもう、ゾウマに、ゾウマ打っちゃおうかな。うん。ゾウマ打ってる方がダメージ与えられる気がするな、これは。んで、呪文回復。レホマを自分。うん。で、ククール、スクルト。特技で攻めよう。かまいたち。いってぇ。物理がいってぇわ。けど次のターン先手取られたら結構まずいよね。間に合うかな。ベホマラ頼むぜ。ベホマラ間に合ってね。ピオリムだから、ピオリム本当は貼りたい。うん、ピオリム貼ってみよう。先動きたい、どうしても。あ、オッケー、間に合った。うん。ピオリム貼るか。うん。消されてもしゃあないわ。スクルトいいか。スクルトよりピオリム。まあ、両方貼れるに越したことはないんだけども。ヤンガスはいい。うん。ヤンガスは HP 高いから。うん。死なないね。オッケー。で、ピオリム貼ってるから、先手絶対打てる。ので、ここは攻撃。メラゾーマ。で、エテが回復させてあげようか。レホマをヤンガス。からの、待て待て。エテは攻撃しよう。サミダレ。で、ククールにレホマを打たして、マラーでいこう。マラーにして、カメたち。オッケー。ただ M、あー、ちょっと待って、100しか回復しないの？ベホマも打っちゃよかった。じゃあ、しまった。おーっしゃー！意外と、あっさりだね。もうちょい苦戦すると思ってたけど。うん。やっぱ、英雄の槍がでかかったから、うん。英雄の槍を手に入れたことによって、主人公が攻撃に参加できる。今までちょっと主人公がニートだったので、うん。することなかったんで、モンスター呼び終わったらね。それがやっぱでかいか。で、ククールのドラゴンロープは、ちょっと、あんまり、効果発揮してたかどうかはわかんないけど。まあ、勝てたからよしとしよう。うん。オッケー。不思議な木の実。レベル上がらず。やった勝てたよかった。さすがは我が影を追って光の世界より訪れし勇気ある者たち、見事な戦いぶりでした。もうお気づきかもしれませんが、今の戦いはあなた方の力を試すために仕掛けさせてもらったものです。私は今力ある者の助けを必要としているゆえ、どうか許してください。ほう。どういうことじゃ。よもやわしらに村を襲うのを手伝いとでも言うのではあるまいな。だとしたら見くびるらよ。そのようなことをわしらが手を貸すはずがなかろう。
誤解しないでください。裏を襲ったことは私の本意ではなかったのです。とはいえそれは私が助けを欲している理由とも無関係ではありません。私はかつて光の世界をも我が物に戦闘する暗黒神ラプソーンと戦い、その封印に力を貸しました。うん。そのため私は暗黒神の配下である魔物たちから恨みを買っており、それが今回のことの原因となったのです。この島にある私の巣の中には私の子、卵が眠っており、やがて訪れる目覚めの日を待っていました。ですがその私の巣が暗黒神の配下であった一匹の魔物、妖魔ゲモンの手に落ち、卵は人質に取られてしまったのです。ゲモンは卵を救いたければ人間の村を襲えと脅してきました。私はそれに屈してしまったのです。まともに戦えばゲモンごとき敵ではありませんが、卵を人質に取られては手が出せません。卵を人質っておかしいよね。人じゃないよね。まず卵だし、人は卵から生まれんしな。バカなんじゃないの。人質ではない、鳥質っていうのかな、卵質っていうのかな。うん、それはあのちゃんとして、そういうとこ。うん、それは人質じゃないよ。それ私に代わってゲモン戦ってくれる勇気と力を持つ者、すなわちアンパンマン、あなた方は私の影を追って、臆することなくこの影の世界までやってきた。その勇気は、称賛に値します。もし自信をなくしてくじけそうになったら、いいことだけ、いいことだけ。そして今実際に手合わせしてみて確信しました。ゲモンを倒しうるのはあなた方だけだと。どうかお願いします。この島の人々のためにも私の卵を、救ってはもらえませんないでしょうか。いいよ。礼を言います。やはりあなた方を見込んでこの世界に招いたのは正しい選択でした。私の巣は人の近づけない険しい岩山の、岩山のてっぺんにあります。ゲモンが見張っているため私が山頂まで行くのは無理ですが、麓までなら案内しましょう。どうします、今すぐ行くことにしますか。いいえ。そうですか、では私はここで待っています。準備が整ったらまた声をかけてください。今日は行かない、明日行く。うん、ちょっと長くなりそうだしね。うん、はい、ってことで今回は無事、レティスを倒せました。アイテムはね、なんか装備品くれるかなと思ったけど、木の実をもらいましたね。うん、木の実。そういえば今回木の実系ってほとんど手に入ってないよね。まあ壺とか割ってないからだけど、なんか初めて木の実を手に入れたような気がするのは得てだけだろうか。序盤の方で何個かあったかな。せっかくだし、ちょっとこれ使って終わろう。MP はね、ジェシカに決まって、いや、ククールだな。うん、ククールだな。よし。はい。では、次はね、そのゲモン、うん、妖魔ゲモンを、ね、ちょっとね、退治しに行こうと思います。レティスよりね、多分相当弱いと思うんでね。うん。はい。では、ご視聴、ありがとうございました。もし自信をなくして